せーの、ストライクショット、 X フラッグに関係ない人。どうもキコちゃんです、よろしくお願いします。昨日の動画なんですけど、ね、動画というかライブ配信なんですけれども、サムネイルのせいでですね、広告剥がされました。で、これについて思うことがあるんですけども、 Google さんひどいですよね、完全に。だってあれって普通に考えてみれば別に局部を露出してるわけではないし、いや、チンチンを露出してるわけでもないし、ちゃんとモザイク仕掛けてるんで、実質ズボンを履いている、パンツを履いている状態に見えるじゃないですか、実質ね、出てないですから。はい、なのであのサムネイルでね、あの広告を剥がすということは、はい、勝手に私のチンチンを見ているということになるんですよ。ということはこれ何が言いたいかっていうと、セクハラですよね。これ性的被害を私の方から訴えてもいいんじゃないかなって正直思うようになりましたよね。先ほども言った通り、私は実質もうちゃんと履いてるんで、あれはモザイク処理してるんで、処理してるにもかかわらず性的なコンテンツとして扱うんであれば、性的な目で私の下腹部を見ている Google さんを訴えますよね。さらに言うなら、エッチな目でこのギコちゃんのチャンネルのサムネを見ている視聴者の皆さんもね、訴えますよね。なので今日の19時からの豪絶カルナの配信なんですけれども、今度は肩で隠しましたよね。はい、まあということで、まあ、実質まあちょっとサムネイルでチンチンを出すなというところでございますので、皆さん YouTube 始められる場合はですね、もしくはもう始めていらっしゃる YouTuber の方はですね、サムネイルでチンチンは出さないことをお勧めいたします。以上、ギコちゃんでした。笑って暮らしていこう、たとえ